あこんにちはマーーティンドミーーンではヤククボイキグタクです今日はですね、常用漢字をちょっと覚えていきたいと思います。今日は常用漢字を覚えます。特に難しい方いきます。海に女、海にしつかさ、男性なら使う。むしろし、女性は女だから、甘と読みます。えー、っと。 そうですね。鬼、神様の神に避けて何て読むでしょうこれはおみきと読みます。はい。川に騎士と書いて何て読むか。川三いの可能性のか。歌詞ですね。はい。えー、玄米の玄に人と書いて、黒と、まあ、白ともありますね。あとは早いに乙女で書いて何て読むか。さおとめですね。はい。 家けの体でしない、あの、剣道で使いますね。はい。あとは、えー、山に車と書いて、山しと読みます。三車じゃありません。山車です。幼稚園のように、幼稚と書いて、あの字、字、じですね。じ急にこう、足書いて、まあ、地語ですね。ん語。はい。 でに、馬に、船と書いて、天馬船ですね。はい。十に重ねて、二十に重ねるで、なんて読むでしょうか。難しいです。とえ、はたへと読むんです。十をとっと言って、二十歳は二十歳だから、はたへですね。祝うに、名詞の死と書いて、のりとと読むんですね、はい。難しいけど。それでは最後、もに、えっ、ー、と、ものと書いて、もさと読むんです。 これ、意外に難しい漢字いっぱいありますね。はい。というわけで、今日は常用漢字についてでした。バイバーイ。